はい、おはようございます。いやー、この景色からの最後の眺めですね。よかった、最後に。おお、こっち朝日か。あー、でもちょっとちょうど隠れちゃってるね。またハワイね、来れたら来たいと思います。最後の2人でね。はい。あ、こうすると海がちょっと見えないかな。うん、はい、いいホテルだったね。だね。うん、並ぶのよかったです。はい、じゃあこれからですね、空港に向かいたいと思います。めっちゃめっちゃ近くにいるんだけど、この子。ありがとう。見送りに来てくれたのかな。ありがとうね。また来るね。はい、ということで帰りの飛行機はですね、ジップエアーで帰りたいなと思います。こちらですね、日本の LCC ですね。格安の飛行機でございます。はい、初めて乗ります。うん、JAL がやってる飛行機会社です。はい、じゃあチェックインしましょう。うん、はい、無事チェックイン完了しましたんで、これからこの手荷物検査場を通って中入りたいなと思います。手荷物検査ようやく抜けました。はい、ここしかないな今回は。まあ、フードコートでいいんじゃない。帰りの便はね、ジップエアですんで、ラウンジとかありませんので。あ、ごめん、ラウンジはあるのかもしれないけど、うちらは使えません。はい。照明エクスプレスとバーガーキング。あー、座れなくなってる。はい、私はカリフォルニアピザキッチンで朝からピザにします。エイシン君とママはバーガーキングに行きました。いやー、ワンスライスだと思ったらですね、まさかのホールピザなんです、これ。はい、おお、美味しそうですね。朝からピザですね。イシン君はフレンチトーストスティックってやつにしたのね。開かない。あとテイタートッツ。うん、これは何、ママのはクロワッサンウェッジ。最後の最後にアメリカらしい食事だね。うん、おいしい。はい、マッシュルームペペロニソーセージサンドイッチ。サンドイッチじゃない、ピザです。おいしい。おいしいけど、なんてことだ。ピザソースが落ちちゃった。テーブルの上にハト。あ、飛んでっちゃった。いや、ご飯食べ終わったんで、ちょっと最後の悪あがきということで、何かしら買いたいと思います。ここだったらフォートナイトのコミックあんじゃないの。アメコミショップじゃないとないのか。フォートナイトコミックス。チョコミルクなかった。あー、ないな。お、マジで本当に。あ、そうっぽいね。ほら、すごい、なるね。かわいい。軽いぞ。普段はお人形として使えて、旅行時は枕になると。いや、あれ、普通にこうやってやっても枕になる。いいね。うん、これですね、この飛行機に乗ります。意外と大きいね、びっくりした。エジン君、これでハワイともお分かりですね。はい、本当に我々は日本に帰るのでしょうか。こうご期待。はい、そんな席でございます。モニターはありませんね。で、ここにあれか、はい、呼び出しボタン。で、ここにこれがあって、テーブルは折りたたみ式だね。え、ちっちゃいの。ああ、なるほど。確かここがね、タブレットとかスマホ置きなんだよね。スマホ置けないか。置けないですよ。スマホ中入れたらどう。中。ああ、いけそう。あれ、こうすればいける。機内販売はここからできると。コンセント、ここ。あ、普通のコンセントがありますね。コンセントの上に USB があるみたいです。よかったね。これ窓あれだ、
電子式。そうだね。こっちはちょっと濃くて、こっちは薄い。あ、こうやって見ると分かりやすい。頼んでおりまして、私のがグリルチキンですね。開けてみましょう。こちらグリルチキン。あ、いい匂いする。でもぶっちゃけ言うとお腹いっぱいなんですよね。エジックのなんだっけ、ミートボールか。ママのはラビオリらしいです。いや参ったね。まだねお腹いっぱいなんですよ。こちらトイレでございますが、普通の飛行機のトイレと一緒だね。うん、ということで着陸しましたよ。はい、今日はどこでしょうね。どこに到着したんでしょうか。はい、はい、ということで香港に到着しました。あ、違うか、日本です。日本です。入ってきました、はい、成田空港ですね。行き、うん、羽田だったのに仮成田ね。そうだね、うん、ちょっと今回変則的でございました、うん、ちょっとお腹空いたんでご飯食べて帰ろうと思います。エイシン君は普通のラーメンとチャーハン、うん、日本ですね、思いっきり ね、 日本ですね。あ、口についてる。ママは顔遅いみたいです。パパが食べたラクサみたいだね。うっかりパパの取り忘れちゃったわなかなか出てこなかったからパパ取れなかったわ。じゃあ今回は出発が羽田、帰国が成田なので、あの車で来てないんですよ、はい、なので行きも電車帰りも電車っていうことなんですね。ということでハワイの Vlog 動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。Vlog 動画はですね、ほぼ全編にわたってエンディングを取り寄せておりました。本当にすいませんでした。ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。